か。慎吾、私ほんと参ってね、もう長くねえかんね、はっきり言って。ほんと長くないかんね。あ、俺がやってきたキウイ食べないとやばいっすよ、それは。そうだよ、もう食えないよこれ。嘘、もう過ぎてんじゃない。ほんとに私ね、すごいきつい、はっきり言ってね。おいくつですかって。私76です。76、はい、疲れました。足と腰がね、おかしいんです。歩けないんです、自分の力でね。ようちゃん、ナイスをしましたって。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。あ、もうそろそろ結構確定なんじゃないですか。入院レベルだって。そうなんだよ、嘘じゃない、本当入院レベルだよ、自分でそう思うもん。うん、まだお若いですね。そんなことないですよ。感想お疲れ様、次は区ありますって。ありがとう。桃太郎さん、昭和23年生まれ、22年です。22年。慎吾、お風呂でしょ。違う、向こう行ってね、お風呂かい、あの子いい身分だね、涼しい部屋でね。親はね、本当に入院するレベル、嘘じゃないよ、本当に。頑張ってるよ私、頑張ってるよ本当に。本当きついよ私、本当にきつい、嘘じゃなく。ゆっくりね、したことない、自分の家で。この暑いのにさね、慎吾今頃になってお風呂に入ってるんだよね。慎吾さ、ここ窓開いててさ、お風呂入ったらさ、私暑いよ、お風呂の熱気がこっちに来る全部ね、ひどいね。自分の部屋で涼しい思いして、今度はお風呂だよね。私もう参っちゃうよこれじゃ、本当だよ。ブリ大根さ、慎吾さ、銭湯行った、自分のうちの風呂今頃入ってる、熱気がみんな私の方に来る、お風呂のね、これこっちの日差し、前より暑くなった、すごいよ。あ、熱気来るの困りますね。そうだよね、りょうちゃん、閉めた方がいいか、閉めた方がいいよな。だってこっちみんな熱気来るよ、お風呂の。私参っちゃうよこれ、まったくね、ひどいね。涼しい部屋にいて今頃風呂に入ってさ、ちょっとひどいよ、この子ひどいよ、親に対してすごいよ、この子ひどすぎる、親に対して。本当だよ、私本当ね、閉めた方がいい。陽ちゃん閉めたら涼しい、閉めた方がいいですね、本当涼しくなった。熱気がみんなこっち来る、お風呂のガスのじゃね、石油。ありがとう、ありがとう。ゆるママちゃん、暑いなら部屋移動すれば、暑くねって。移動すると立てないんだよ、向こう行くと、すぐ立てない、だから半までここでやって、あと向こうで昼寝する、クーラーかけて寝ないとダメだから。もう炙り大根さ、妖精さんと慎吾さん、癒される。牧獣さん、なんで一緒に住んでるの。陽ちゃん、よかったですね、ありがとう。さくらちゃん、ありがとうって。牧獣さん、のりこさんも子供と暮らしてるの。違うよ、のりこ一人暮らし、一人暮らしです。私も一人暮らしがしたい、丈夫だったら一人暮らししたい私。ボブちゃん、今日もポチッとしに来たよって、ありがとう。ブリ大根さん、コメント読んでくれ、ありがとうございますってね。このだるさどういうの、ひどいよね、今頃になってお風呂にガー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 入って、昼間は涼しい部屋でさね、すごいね、こういう子供っている？いないでしょ、親をここまで
ひどいと思わない。ね、私は私の人生があるんで。そうでしょ。ちょっとひどいよ。うん、ね。りんごさん帰ってきました。帰ってきても何もしないよ。うん、自分で買ったもんもね、無責任。ね。ももちゃん、のりこさん、足腰大丈夫ですか？ありがとう、ももちゃん。のりこは足はちょっとね、おごとみたい。うん。墓場清掃員。誰も面倒見てくれないんだから、施設に入った方がいいよ。そうだね。エブリ大根さん、妖精さん、一人暮らししたことありますか？一人暮らしはないね。うん、日暮里にいた時、うん、二人で暮らしたけど、板前夜遅いから一人が多かったね。うん、そういうのはある。うん、りょうちゃん、早く新しいエアコンつけてもらいたいですね。なんか今日頼んだみたいよ、りょうちゃん。うん、涙。本当だよね、うん、畳だと大ごとで立てないんだよ、りょうちゃん。腰と足がね、うん、ここだとね、立てるの、トイレ行くときね。そう、ぶっつんくん、その家売ってシニアレデン入った方がホテル暮らしのようで楽ですよって。そうなん、ブリ大根さん、東京住んでたんですね。そうです、はい、日暮里です。はい、はあ、開けた、よしえさん、こんばんは。ケビーありがとうございます。ケビーありがとう。パナちゃん、もうよたじじ、おじいにただだけ飲ませたらダメだね。カードって募集だって。そうだよね、今信号お風呂減ってるよ、パナちゃん。あ、自分はさんざ涼しい部屋にいてよ、お風呂に入ってお風呂の石油の熱気が全部私にかかった。パナちゃん、窓閉めた、窓閉めた方が涼しい。開けると石油の熱気が全部私に来る。ああ、きついでこれ。自分はね、涼しい部屋にいて今頃風呂へ減ってる。あのバカガキ、本当にバカガキよ。うん、メダリさん、カレンさん、ナイスって、ありがとう。りょうちゃん、夏の暑さだけに体力奪われます。お気をつけてくださいねって、ありがとう、ありがとう。 KP ありがとうね、りょうちゃん、ありがとう。ブリ大根さん、シンゴさん、かわいくて癒されます。私大嫌い、あの子。うん、悪いけど、うん、親不孝も、うん、はっきり言ってね。あんな40ずらしてさ、仕事もしないでクーラーの部屋にいて、今頃になってね、うん、あのお風呂に入ってさ、ほんとクズだよあいつ。うん、だって40です。40歳だったらもう家庭持ってね、子供育てる人いっぱいいるよ。そうでしょ。うん、ブンちゃん、魔法のカード募集だってね。パナちゃん、どっちも無料の生活してらって。そうだよ、二人ともすごいね、うん、すごいね、うん、私がね、うん、暑いの我慢してるのに、自分は涼しい部屋でね、さんざいてね、今度はお風呂だよ。おいで、私こう配信しててさ、こっち空いてて石油の熱風がみんな私にかかる。暑かったよ、今閉めた、窓閉めた、閉めた方が涼しい。あ、閉めないとね、石油の熱風が全部私に来る。近いからね、お風呂が。そうだよ。あ、慎吾さん、ももちゃん、熱中症なら内容クーラーしてくださいねって。ありがとう、ありがとうね、ももちゃん。プッツンくん、私の母も入居するんです。部屋が空き待ちです。入居、部屋空き、自炊、設備ある、広間で食事を取ることもでき、何よりお医者さんが、あ、じゃあ
夜してます。あ、そうなんですか、うん、自炊できないから私、うん、もうそこまでね、私自炊をするほどね、あの体良くないんですよ。もうね、動くだけでやっとなんです自分が。だからね、デイサービス行きたいんですけど頭がふわーってなるんです。それが怖いんです。うん、怖いよ、うん、墓場清掃員すぐに入所できないから早めに施設に相談しとくべきだってね、メタリーカレンさん、相原さんって今いないよ、うん、パチンコに決まってるでしょ。土曜だからパチンコ行きましたよね。土日はパチンコですから、あの人は普段はテレビ鑑賞、パジャマ着てね、わかるでしょ、うん、みほちゃん、エアコンつけてもらいましょうってね、ぶり大根さん、相原さん、タバコを吸うかいって、吸わないよ、うん、ぷんちゃん、焼肉、何蹴るからまだ原薬だって焼けるから、うん、こう捕まえながら焼くだけだよ、うん、捕まってるんだよ、捕まんなきゃ立てないよ、うん、こちら、ももちゃん、今一番一パチでも1万円すぐ取られるよって、そうなん、ささみちゃん、パチンコのめり込むのはダメですね、そうだよね、のめり込むのはね、そうだね、本当だね、うん、ああ本当だよな、あっちいな、なんでこんなあっちい、あのガキを憎らしいで、自分の子でもね、親はどんだけ苦労して働いてお金貯めたと思うんだよ、そうでしょ、あいつ苦労してるね、こういうもの買ってきて置きっぱなしですよ全部ね、ジジイもそうですよね、ね、みんな私の年金とか使うんだから、ひどいよね、ひどすぎるよこのうちは、ひどいよ、ただいるんだからここに。